はい、では行きましょう。さあ、ついに2の世界へ参りましょうか。めちゃくちゃ楽しみ、マジで。よし、さあ、あ、光ってます。石碑には悪霊の祭壇と書かれている。ここから冒険の書の世界に行けそうだ。どの世界に行きますか？ムーンペタの町。はい、ムーンペタの町は、ムーンブルクからほど近い王女が犬にされていた町ですね。はい、来た。いいね、音いいね、音いいけど、ん？ちょっと音、完全なクラシックというよりかはあれっすね、なんか復刻版の音みたいな感じがしますね。完全なクラシックじゃないね。はい、来ましたって。おい、犬だらけやぞ。え？犬だらけ、ほら、ワオンワオン。あ、これそういうことや、逆なってモテるやん。全部犬なってモテる。本来はこれ王女が犬やったんですよ。ここにおるんですよ。あ、いやいや、ちょっと待って、ここに おるんです。ここにおる犬が王女なんです。でてかもう王女様 いますやん。私はかつてこの大陸を治めていたムーンブルクという国の王女です。お、邪気を崇める大神言ハーゴンの手の者にムーンブルクの城は焼き滅ぼされ、私は犬の姿に変えられてしまいました。そこまでは知ってます。はい、そしてこのムーンペタの町に飛ばされ、あてもなく犬の姿のまま過ごしていたのですが、先日何者かによって呪いの力が乱され、気がつけば私は人間の姿に戻り、民は犬の姿になっていた。最悪や。それはそれで最悪やな。皆の城が失われただけでなく、私の呪いで民を苦しめてしまうなんて、せめて皆の呪いだけは解いてあげたい。かつて勇者ロトがいた時代には、シャナクという呪いを解く呪文が存在していたそうです。私には使えない高度な呪文ですが、魔法の聖水という聖なる水があれば一度くらいは使えるかもしれません。お願いです、旅の方、どうか民に移ってしまった呪いを解くために魔法の聖水を探してくれませんか？了解です。魔法の聖水を持ってこい。魔法の聖水は古い書物で読んだだけで、実際にこの目で見たことはありません。でも世界中を渡り歩く民のお方ならきっとご存知だと思います。手に入れたら私のところまでいらしてください。これは何も持ってくるだけってこと？この世界で何かをするということではないんでしょうかね。キャウンキャウン、何も言いよらへんよな。ちなみにこいつがパスワードを言う人やったんですけど、符号。この世界で魔法の聖水を探すってわけではないのか。っていうか持ってなかったっけ、魔法の聖水って一個あったような気がするけど。並び替え、種別順、魔法の小瓶は持ってるけど、魔法の聖水は持ってないな。ないっすね。魔法の小瓶は持ってるけどね。ちょっと道具整理してもう一回一応確認する。ないっすよね。なかったよな。ないっすね、ないっすね、持ってないっすね。まあということはちょっと難しい。あ、いや、あるやん、3個ある。3個持ってた、やっぱ持ってた。よし、あるある、持ってる持ってる。これどうぞ。こいつらの世界ではないねんね。魔法の聖水渡しますか。はい。まあなんて美しい、使うのが恐れ多いほど神々しい聖水ですわね。え、あなたの世界では割と普通に手に入るものなのですか？あなたの世界とはもしや。いえ、今はゆっくり話をしている場合ではありませんわね。呪いにかかった民を一刻も早く救わねば。私はまだ魔力の低い未熟者ですが、魔法の聖水の力を借りれば高位の呪文も使えるはずです。そういうアイテムじゃないんですけど、ね、MP 回復だと思うよ。ありがとうございます、民のお方。これで町の者は救われることでしょう。早速試してみますわ。おしげ、シャナクを唱え、すごいやん。シャナクを唱えても、シャナクって単体魔法やったと思うけど全体行くんやね。やはり未熟な私が呪文を唱えても呪われた者を救うだけで精一杯、呪いそのものを消すことはできないようです。この呪いは私が引き受けましょう。
民さえ元の姿に戻れるのならば私はそれで。なるほど。でこうなるわけね、はい、クーンクーン。犬はこちらをじっと見つめている。口に何かを加えているようだ。もう悪魔の尻尾を手に入れた。よーし、こういうことがあったんだよみたいなサブストーリーですね。またね、はいはいはい。この後で正式にロトの血を引く勇者が来ますからね。ミスタークエストの称号を得た。クンクン。これパスワードいいよるやつだ。何やら犬の鳴き声がするの。どこか気品がある。それでいて切ない鳴き声じゃわい。私は今まで何をしていたのでしょう。長い間犬になっていた気がしますが、夢でも見たのでしょうか。もう忘れてんねや。なんだか毛が散っているわね。最近お掃除したばかりなのにどうしてかしら。ちょっと聞いてくださいよ。大事に取っておいた福引券が穴を掘って埋められていたんです。一体誰がこんなことを。みんなその犬あるあるを言っとるね。犬足音が店のあちこちについてるんですよ。犬あるある、早く言いたい。ここは人と人とが出会う街です。なんだか不思議ですね。先ほどうたた寝をしていた時に夢の中であなたに会ったような気がしますよ。ローレシア城にお仕えしていた。ほう。あら、なんだか不思議ですわ。あなたのことを見ているとローレシアの王子様を思い出します。やっぱ血は引いてるんじゃないの。先ほどここでうたた寝していたらムーンブルクの王女様が夢の中に出ていらしたんですよ。あの夢の中の王女様はとても悲しそうでした。ムーンブルク城はあんなことになりましたが、王女様だけでも無事でいてほしいものです。やれやれ、まいったよ。普通に歩いていただけなのにどういうわけか体中がかゆいのだ。何してたんや。なんか取りつかれてるやん、のみかなんかにかじられた跡がある。犬あるある、散らばっている犬あるある。はい、多分宿屋でも犬あるあるが聞けると思います。犬の糞を見てしまった。糞を、あかん。しばらくの間うたた寝をしてしまったようだ。まさか床で目を覚ますなんて。私はこんなに寝相が悪かっただろうか。あの王女様の犬が疑われてた今。出れない。すごい出方してる。ギリを出てる。ギリを歩ける一応。まあでもこれぐらいなんでしょうね。今回は戦闘なしということで帰りましょうか。うん、まあ、ちょっと当てが外れた部分もありますが、まあまあまあ懐かしい演出というか懐かしい街に行けてよかった。とりあえず解決したから OK やね。さあヨッチはもうこれでほぼ使い切りましたので、まあもう一個もちろん行きたいところではあるんですけど、まあ無理せず次の冒険の方に行きたいと思います。ということでソルティコの街へ飛びましょう。ヨッチの回収はまたこれからコツコツとやっていきます。雨降ってるよ外、すげえね。ルールル、うるわしのカジノ。カジノと言ったらソルティコ。そやそやそや、カジノあったんや、忘れてた。この町はカジノがあることで有名でね。行くに決まってんだろうが。向こうの水門の下を流れるソルチャ運河は、ここソルティコとはメダチャット地方、さらには下界とも通じてるんですよ。ソルチャ運河はロトゼタシアの門戸とも呼ばれてましたね。この川のおかげで外界と下界と内海の内海の国々が自由に交易できるんです。いいね。そこは開けなあかんね。ここは花と潮風の香るソルティコの町。透き通る青い海と真っ白な砂浜で有名よ。虹色の枝を持った商人ですって。そういえばそんなものを持った商人さんがジエーゴ様のお屋敷に向かったのを見たわ。ジエーゴ様のお屋敷でしたら階段を降りて東に曲がった先にあります。オッケー、ちょっととりあえずジエーゴ様のお屋敷行ってみるか。僕は立派な騎士になりたくて英雄グレイグ様が修行を積んだという。え、そうなんや。このソルティコの町にやってきたんだ。家族には騎士になると誓って家を出たからね。騎士に二言はないという武士やね、それはね。言葉もあるし、もうの後に引き返すことはできないのさ。ここで修行をされたんですか。あ、なんか今騎士みたいなやつがいっぱいいたわ。うわ、家がある。誰やこのとこ住んでるやつ。家賃払ってへんやろこれ。地代払ってへんやろこれ。え、誰もいい。おんねおんね、こういうとこで住んどるやつ。こういうとこで農業しとるやつとかね、え、河川敷で農業しとるやつ、おんねおんね、迷惑行為を。おや、旅の方、もしかして船でこの町に来たのかの。では海にそびえる光の柱はもう見たかね。いや見てない。あの光の柱は
怪人の力が溢れているそうでな、光の下には神秘の世界が広がっているという話だよ。ほう。冒険者たるもの、船で航海中に上陸できそうな桟橋を見つけたら迷わず上陸するべし。これは冒険者なら覚えておくべき言葉ですわ。見たこともない魔物と出くわしたり珍しいものを見つけられますからね。了解。 3D モードでもちょっと後で船へ乗ってみようかな。うちにはジエゴ様の門下生たちがよく買いに来るからね。へえ。いいの来てるいいのがめちゃくちゃ来てる。これちょっとすいいのがめっちゃ来てる。うわー、いいのが来てるけど、いいのが来てるけど買わない。イーグルダガーとかめっちゃ買いたいんですけど、俺は買わない。買わずにやっぱ作ろう、火事でね。で、金はちょっと使いたいことができたから、ちょっと金ちょっと頑張って売る。ポンポンポンと、もっとポン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 と売れへんのかなこれね。とりあえず全部売る。ちょっとすいません、全部売る。マジでこれある程度金を1万ゴールドぐらいまではちょっと持っていきたい。売るよ売るよ、どんどん売るよ。羽帽子、次は鉄の剣、網タイツはちょっと残しとこうか。結構高額なのは、まあ、シルバートレイ、騎士団の服あたり、まあこんなもんでいいか。よし、8500円貯まった。手強い魔物が海にはいっぱい。さあ武器はどんなん、あ、防具か、防具はどんなん。鋼の盾、あ、やっぱりゴールドトレイ、せいには装備なってるよな。羽飾りキャップ、まあこの辺も買わない、俺自分で作るから。おかしいな、せいにはこれ装備、あ、いけるわ、いけた、いけた。ゴールドトレイプライチ、似合う似合う。ちょっとウイリーしてますけどね。と参りました。そろそろ仕事で帰らないといけないのに、妻がまた無茶なわがままを。いつも仕事で忙しかったので迷惑をかけている妻のため、久しぶりに休みを取ってリゾートに来たんですが、帰る直前になってソルティアナ海岸にいるシーゴーレムから手に入る桃色サンゴがどうしても欲しいと突然言い出しましたね。ほう、これはクエストやね。シーゴーレムは多分一回出会った、あの洞窟の中で出会ったボスですね。もう雑魚として出るんや。桃色サンゴ取ってこようか。了解。シーゴーレムはソルティコの町の東にある海岸沿いを歩いていれば出てくる。妻は強しを引き受けました。私、家のことで苦労してるのに、夫ったら仕事仕事ばっかり言って、家も私のこともほったらかしなんです。いや、違う、それは違う。お前のために頑張って仕事してんねん。ほんまに。でも、いや、お前のこと愛してるから、桃色サンゴも取ってきたる。任しとけ。よし。この建物の2階におしゃれな雰囲気をたたえた素敵なおじさまがお泊まりになっていてね、私の洋服を褒めてくださったのよ。それだけでなく、とても素敵なおすすめのコーディネートを教えてくれたの。あなたも助言を受けてみるといいかもね。ほう。私がまだ小さかった頃、デルカダール王国を訪れた時にマルティーナ姫を見たことがあるの。まるでおとぎ話の妖精のように可愛くて、マルティーナ姫は亡くなった王妃様以上に美しく成長されると思ったものだわ。でも16年前のユグノアの悲劇でマルティーナ姫も亡くなられてね、王様があまりにも不憫でならないわ。なるほどね。私、踊り子のオチョリっていうの。ほう。橋の上で演奏してる人がいたでしょ。夜は彼の曲に合わせて浜辺で踊るのよ。私の踊りを見に来てくれたら、この街が大好きになる魔法をかけてあげるわ。楽しみにしててね、うふふ。夜に来いと。ちょっと待ってください。まあまず先に忘れそうなんで、シーゴーレム倒しに行きたいと思います。っていうかシルビアおらんな。シルビアすぐどっか行っとる。まあいいや、シーゴーレムを倒しに行こう。海岸線を歩いていたら出てくるとのことなので、ちょっと行きたいと思います。速攻で終わらせよう。まあまあまあ強いですからね。
ぞさっき戦ったとこですよ本当に。割りかし強かったですよ。オッケー、セーニャシルビアがゾーン状態、カミュどんどん上がってきたな。まだや、まだ貯める。海岸沿いをこんな感じでいいのかね、こんな感じでいいのかね。毒矢頭巾たちが現れた。 3D にしてきた方が分かりやすかったかなこれ。ちょっと 3D に変えようかな。まあいいか、そこまででもないか。言うても多分出てきますよね。おう、仲間を呼ばれた。ブルー、よし、オッケー、ナイス。お、宝箱来た。うわ、毒ガのナイフ、ええやん。毒ガのナイフってそこそこ高級品ぞ。神装備できるかな。あ、ほら強いやん、たまに麻痺させるナイフ。クロスブーメラン2よりも強い。まあでもクロスブーメランの方が便利かな。強いのは強いですけど、でもクロスブーメランと近いぐらいってことはそんなに強くないとも言えるんだよな。クロスブーメランはあの攻撃力で全体攻撃ですからね。一人がゾーン状態、連携はできないでしょう。あ、ゾーン切れた、ゾーンオフ。よし、お化けパラソル、この野郎。ういっす、オッケー。いや、なんか思った以上に出てこないっすね、海岸沿い歩いてても。出てきてくれへん、マジか。東の海岸沿いって言ってましたよね。なんか間違ってんのかな、なんか間違ってんのかもね。ちょっと 3D に変えて見に来る。じゃあ、わかった。もう、3D で見てみよう。ついでに 3D でヨッチも拾えるのかどうか試してみよう。あそこに隠れ場所があるんですけども、一回行ってますけど、多分またおると思うんで、ヨッチは。3D でヨッチを確認できるかどうかも確かめてみたいから。では、ちょっと、境界行って 3D に変えましょう。さあ、どうなるかね。まあ、見やすくはなると思うんで、敵の選別はめちゃくちゃやりやすくなりますから。あれ、ここ、境界じゃなかったのか。鍛冶職人一徹の木、あった一徹、48歳、第3章。好きな色は黒金のように光る黒。ああだこうだはいい子なしだ。小さなメダルの学校は、まごうことなき男子禁制の女学園だった。俺、第2章見てないんじゃないか、これ。小さなメダルの学校って何やねん。校門の前に立っただけで警備の男に取り押さえられ、俺の夢は乙女の園に儚く消えたぜ。待っててくれよな、おっかさん。世界一の鍛冶職人にはなれんかったけど、土産のスズラン積んで帰るよ。なれんかったんかい。手作り入門、パラソルスティック、サンゴの髪飾り、職人のベルト、アクセサリー系統ですね。小さなメダルを作りたくて生きよったやつですよ、あいつはね。ほら、なんもない。あれ、教会やと思ってたのに。いや、十字架書いてあったから教会かなと。あ、十字架じゃないのか、ただの窓枠やないか。ちょっと待ってくれ、勘違いしてました。ここか、完全に勘違いしてた。この町の領主ジエゴ様は渋い魅力を持ったナイスガイ、騎士道精神のあふれる徳の高いお方であると。ソルティコが平和で豊かに発展したことも一人ジエゴ様のおかげ。ジエゴ様はめちゃくちゃ人望があるね。ユグナーの悲劇と呼ばれる16年前の出来事をご存知ですか。一応聞きましょうか。軽くはね、もちろん自分のことなんで知ってますけど、幾千の歴史を持った大国ユグナーが4大国会議という栄えある日に魔物たちに襲われたのです。まるで波に現れる砂の城のように、ユグノア王国は瞬く間に瓦礫の山と化したと聞いています。
そして魔物たちを呼び寄せたのは今も逃走中である悪魔の子という話、一刻も早く捕まることを願うばかりですわと。ドラゴンの角、良さそう素材ですよね多分ね。3D モードにする。はい、よし、帰ってきました。全然違うね見た目、ほんまに、うん、全然違うな。あれ、さっきの踊り子とかどう見えてたのか見に行ってみるか。どんな感じの見た目に見えていたのか、踊り子さん、この子や、美人、可愛い。まあでもあれを脳内で補填するから楽しいんですよ本当にね。脳内であれをああいう感じかなって補填するから楽しいんですからね。猫、猫これ可愛いな、猫可愛い、ほらわわわわわわ可愛いな、いいっすね。いやーいいな、 3D モードそれはそれでいいっす本当に可愛い。さあ海岸沿いを行くんやけど、こっちっすよね。寝とる寝とる寝とる、すご、結構広く感じるな。 2D の方が狭いっすよねマップは。海岸沿い、なんか洞窟みたいなのあるよ。え、もう全然違うやん。あ、おった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 、いましたいました、船も見えてる船も見えてる、すげえ。こうはこいつ、なんやねんなんやねんこの構えはよ。よっしゃ先手入れた、でかいな。ちょっと勇者さんやばいですけど、いくぜー。メラを唱えた、いい、バギーを唱えた、うい、わー聞いた聞いた聞いた、バギー聞いたぞ、食らった、めっちゃ食らった、ゾーン入った。バック演技でいきますか、一気に決めてやる。いやいやいや、もう死んでますけど、やけどしてますけど、明らかに今剣に吹きかけてほしいのに思いっきり自分に吹きかけて、勇者本体に吹きかけ張りましたね今ね。桃色サンゴゲット、よし、 OK。 ここにもなんかあったんや、あるねんけど、なんかおんねん、変なイカこれがおるな。赤いサンゴを手に入れた、イカこれがおるんで、ちょっとヨッチ族も見に行くから、ついでにヨッチの様子を。こっちですよね、こっちです、あれヨッチか、ん、なんか黄色いやつおるな、あれヨッチかな、お前ヨッチか、もしかして違うわ、違うやんけ、ドラゴスライムレアなんかな、お前らレアなんか、出会ってないですよね 2D では。うーわつ、うーわ、ちょ待って、めちゃくちゃ強い、やば、半分にされたのか、危な、超強えやんけ、おいさっさと倒さないと、もう体力はそんなにないから。よし、いやいやびっくりした、よし OK、まあ、特に何っていうこともなく普通に倒してしまったが、森には入らん方が良さそうやな。ここら辺が一応隠された場所なんで、ドラゴスライムおるな、あ、おった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 、よっちヨッチ族、おやおやを、やっぱこんな感じでおんねんや、こんな感じで、やっぱおったわ、やっぱいましたわ、こいつのヨッチ族にちょっと、ま、見間違うけどさ、やっぱいましたね。うわ、え、宝箱ある、宝箱があるぞ、あこに。
そしてシーゴーレムがここに鎮座しておられるが、あれ行かなあかんちゃうの？こっちから降りられへんのかね。スライムナイトが来とる、スライムナイトが来とる。こっちから降りられないっぽいな。ほらてめえ、全然出会う敵が違うんやけど、こんなにも出会う敵が違うもんですか。仲間呼んだ。ほら仲間にはできないのかな今作は。敵を仲間にすることはできないんですかね。今のとこそういう描写はないけど、魔物使い的な、いい、この武器をカチャってしまう感じとかかっこいいな。ベロニカレベルアップ、いいね。鈴ついてるやん。鈴ついてる。シャン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 言うてるんじゃん、これ。観念ですね。さあ、行こう。ちょっと下から船のところを通って、行ってみます。せっかく 3D にしたんで、あの宝箱取りに行こう。こっちから逆サイドに行けばよかったよね。船がすごいのよ。船がすごいの。いやーいやーみたいな感じ。おっさん立っとるな。よっちよっちがいます。ここにもマーマン的なやつがおる。マーマン的なやつが。よし、フレデリカを捕まえた。黄色のよっち強いもん。戦うか。俺らマジックリップス取り囲んだ。いいね。取り囲んでるとどうなるんやろ。まあ多分かなり有利になるんでしょうね。素早さとかの点で、あと回避率とか上がったりとかするんでしょうね多分。混乱してる。魅了状態。混乱とはちょっと違うのかな。魅了されにくいんでしょうね多分。魅力が高いと魅了されにくいとかあるんやろうなと思います。完全に今味方とついてたから、ガチ混乱系やな。魅了はロマサガ3でもね、これ系は危ないんでね。よし、ベホイミ覚えた。ナイス。とりあえず後で。はい、よし。開いてない。亀の甲羅を手に入れた。あざーす。もう一回戦っとくか。はい、一応戦っとこうか。いい、まあそんな強くないんで、思ったより全然弱かったんで。あの時とはやっぱだいぶ上がってますからね、こっちも強さが。ちょっとしか立ってないとはいえ、ただ一体出てくるぐらいではもう全然余裕やな。すい、メラがもう32効くようになってる。すごいな。ベロニカが本当にあのダメージソースとして超役に立ってる。シルビア・ボミオス獲得したスキルポイント置いときましょう。もうサンゴのあれはもらえへんねんね。一回きりなんですね。素材として何回でも取れるのかと思ったけど、そういうことではないんですね。さあ、じゃあ歩いて帰ってみるね。なんか新しい発見がもうないかな。もうないかな、新しい発見は。あ、馬いるやん。馬いますぜ。マジか。野良馬がいますぜ。ええ乗れた。ええの、こんな勝手に乗って人の馬。泥棒やん。え乗れた。マジかいや。すごいね。へえ、こんなこともできるんや。なんだ、なかなか愉快じゃないか。 3D 世界なかなか愉快じゃないか。いろいろできるやん。まあ 3D こだわって作ってそうやもんね。これなんか登ったりまたできるパターンちゃうのこれ。
見た目があまりにも違いすぎて何を調べていいかわからへん。よし、とりあえずでもクエストは完了したので報告に行きましょうか。奥さんの夢は叶えたぞ。よし、桃色3号って言ってる。はい、持ってきたよ。はい、まさしく C ゴーレムの桃色3号手に入れていただきありがとうございます。これで妻の機嫌も晴れますし、ようやく家に帰ることができます。さて、溜まっていた仕事、あかん、それ言うとあかんねん。そうそう、けれどいつも仕事ばかりで家に帰れなかった私にも原因がありましたね。もう少し妻といる時間を増やしてみます。いろいろと手間をかけてしまいました。これは私からのお礼となります。おお、獣の鞭のレシピを受け取った。ビーストウィップのレシピを覚えた。仕事はもちろん大切ですが、それよりも大切なのはやはり家族ですよね。当たり前のことに気づかされました。やはりこうしてリゾートに来るのは貴重な発見ができていいものです。仲良くなって、仲良くしてよ、仲良くしなさい。よし、いろいろとありがとうございました。でも本当はね、サンゴなんていいんです。私がわがままを言えばもうちょっとだけここで夫と一緒に過ごせるでしょ。だからいろいろ無茶を言ったんですが、大切な時間を過ごせたからもう満足ですわ。迷惑をかけてしまってごめんなさいね。いいね、ね、素直な奥さんでいいです。はい、よかったよかった。さあ、では、ここで一旦私もセーブしまして、次回さらにソルティコの街を探索したいと思います。で、2D モードに戻します。はい、戻します、戻します。はい、では見ていただいてありがとうございました。